気予報をお送りしました。この後もウェザーニュースライブムーンとアベマでは毎日皆さんの生活をより良くする空気を予報していきます。なぜ私が笑っているのかと言いますと、最近ピチョンくんのエンディングって少し変わったじゃないですか。でいつもこうナレーションの方すごくお優しい声なんですけれども、今回のエンディングがひときわ目立っているなと思うところがあって、そうだねピチョンくんなんとか一番だねっていうところがこう優しいじゃないですか。物腰が一番だねって私も今日浸ってたんですよ、聞いてたんですよ。そしたらエコーのように一番だねって耳から聞こえてきて、スタッフさんがね合わさって一番だねって言ってたみたいなんですよ。だからあれ今日エコーがかかってるのかなと思いきやスタッフさんの声でしたでも言いたくなる気持ち分かりませんか。そうだねって言われたらそうだねって言いたくなりますよね。あのナレーターの方のお名前何なんでしょう。私調べたくてもなかなかこう調べずにいるんですけれども、分かりますか。いい声ですよね。声ってやっぱりこう穏やかな気持ちにさせてくれるので、すごくこういいなと思います。ナレーターの方の職業とかね、そうだねって、お天気の情報もしっかり確認しないといけないねって。私も今度からそうだねって言おうかなと思いました。そうだね、夜も更けてきましたねってそうだねって、暖かく寝るのが一番だねってなんかこういう口調を真似しながらもねお届けしたいなと思いました。この先もビチョンくん天気予報を行っていきますので、ぜひ皆さんご参加ください。気をつけてお過ごしください。それでは受験生の皆さん頑張ってきてください。